まあ、この前の、はい、まあ、前哨戦を通じて、これは有効だ、ちょっとこれはちょっと厳しいかなという部分は見えましたか。がやっぱりその関節を持ち上げられるっていうパターンが多かったので、ちょっとそこが良くなかったなっていうのはありますね。で、まああとはパワー差が本当に体重が2倍なので、腕十字とかも伸びないんですよね。本当に2倍だから、まあ単純に普通腕十字とかって2本の手で1本の手を引っ張るから叶うんだけど、あいつの1本の手でなかなか引っ張れないっていうのはちょっとショックだったけど、まあだから、そのパワー差はすごい感じたんで、そこをどう覆すかっていうのを残り1週間頑張って考えなきゃなってとこですかね。逆にここはジャクソンには有効だというのをひらめいた部分は、はい、もうそれはスピードとスタミナはもう完全に勝ってるので、そこで勝負したいですね。だからあいつが元気な状態でサブミッション行ってもやっぱそのパワーで跳ね返されるので、その時の対策も考えつつ、やっぱスピードで翻弄してスタミナ奪って弱ったところを仕留めるっていうパターンですね、考えてるのは。で、まあどういった技で仕留めたいというのはちょっとこれから1週間練習しながら。そうですね、まあまあ自分の持ってる必殺技でいうとやっぱり忍者チョーク、それからトリプルスリー、サンロック。ただトリプルスリーは届くかどうかがちょっと不安なので、まだわかんないですけど、それと何かまだ出したことない、見せたことのない技を使うのか、ちょっとそれはまあ考えながらも試合の流れでですね。まあ今回2月ぶりの横浜に、そうですね、はい、なるかと思うんですけど、まあ応援しに来るお客さんも多いと思いますし、はいはい、やっぱりちょっとジャクソンの巨大な壁ですけど、なんとか攻略して。そうですね、やっぱジャクソンね、勝ちたいですね。その地元横浜でたくさん見てる人も多いし、やっぱり横浜で負けられないし、うん、そのやっぱプロレスってすごいじゃないですか。そのロマンがあるなと思って、140キロの人間に70キロの僕が挑むっていうだけでもすごいのに、それが勝っちゃったらね、ほんとたくさんの人に希望を与えられると思うので、それを地元、自分の生まれ育った今もいるこの横浜っていうところで見せられたらいいですよね。まあ、これまで岩成選手と真瀬選手とタイトルマッチをしてきたんですけど、まあ何でしょうか、正面からぶつかり合うような、まあ、試合になったかと思うんですけど、まあ、やはりちょっと、勝村さんはちょっとそれとは違う攻め方で。そうですね、そうですね、もう正面からぶつかるっていうことを捨ててる人間なので、僕は基本的に誰かとやっても正面から行かないんで、そこで勝負したいですね。ガンプロの選手はみんなぶつかり合うのが好きなんで、ちょっと変化球を加えないと攻略法は見つからないかなと思ってます。なんでね、まあだからその2人が見せてくれた、戦いでヒントを
得ながら、うん、もちろんだからそれを見たからこそ自分が行こうと思ったし、はい、自分ならって思ったし、その2人の敗戦を無駄にしないような、うん、戦うのは僕だけど、その2人のあの戦いから得たものをぶつけて、うん、みんなで戦うぐらいの気持ちでいけたらいいですよね。もうジャクソンはあの自分で膝が悪いと言ってしまってますけども、うん、まあ当然あのそこも狙う。そうですね、はい、もちろんですね。足攻め、足を攻めればさらにスタミナ落ちますからね、動きについてこれなくて。でまた12月にも横浜が連続して決まっておりまして、はい、やはりちょっとそこは今度は、11月は挑戦者として上がるんですが、うん、12月はチャンピオンとして。そうですね、12月はもうちょっとベルトを持って凱旋みたいな感じで、はい、やりたいですね。ちょっと、まあ、1ヶ月なんで、ちょうど1ヶ月なんで、その12月の大会が、ちょっとそこは顔見せ、ベルト見せ的なあれで、できればベルトは年末の後楽園で防衛戦をやりたいなんで、はい、そこまで考えてます。桜井さんから、はい、勝村さんに何かアドバイス。そうですね、もう僕はすごく勝村さんと一緒にタッグを組んでたこともたくさんあるし、まあ、一緒に戦ったこともたくさんあるんですけど、まあ、戦ってやっぱ勝村さんの強さをすごい分かっているところがすごくあると思ってるんで、やっぱり、まあ、基本的にはやっぱりベルトもちろん取ってくれると信じてます。やっぱりジャクソンはすごく体重がすごい重い相手ですけど、やっぱり9割9分押されてる中でも、やっぱ一つの関節技で試合が決まっちゃったりすることっていうのはいっぱいあるので、やっぱりすごくそういう意味でもすごい緊張感のあるタイトルマッチになるんじゃないかなと、はい、僕はそこから見てて思います。9割9分攻め込まれててもそこからもう一発逆転という形も全然あると思いますので、はい、本当に見逃せないタイトルマッチになってると思います。でも本当基本勝村さんは僕は信じてますんで、はい、持って伝えタイトル取ってくれると、はい、思ってます。頑張ってください。ジムの方は、あ、ジムの、そうですね、実は今年の6月の方ですね、葛飾区青戸の方でですね、パーソナルジム、あとキックボクシングの、ジムを、経営しておりまして、名前はアセット青戸駅前店というですね、アセットですね、カタカナでアセット青戸駅前店というジムを経営しておりますので、駅から徒歩1分で、はい、改札から1分という、すごい、大変効率にありますので、すごい、はい、そちらもぜひ、青戸の人はぜひ、そうですね、あと近辺に住んでる方はぜひホットペッパービューティーの方からご予約を、はい、いただいて、ホットペッパービューティーに広告出してます。広告出してます、はい、すごいね、そちらから、はい、という形でする宣伝で、すみません、もうちょっと SNS で宣伝とか、はい、SNS、 そうですね、 SNS、 ね、あんまりツイッター使ってないから、ツイッター使えよ、そうですね、はい、SNS、 ガンプロの試合の宣伝、あ、ガンプロの宣伝の試合しつつ自分の、さりげなく自分のところにも自分のあれを、あ、なるほど、はい、言われる、そうですね、そうですね、それをちょっと考えていかないといけないなと思いますね、はい、そんな形で、はい、一応しておりますので、はい、新規会員募集中ということで、はい、よろしくお願いします。キックを主に教えてるんですか。そうですね、一応トレーニングとキックボクシングの、フィットネスなんですけども、はい、一応1対1で教えてるような形ですね。パーソナル、そうですね、パーソナルですね、はい、1対1で。復帰はいつですか。復帰、そうですね、ちょっと自分の件、なんと明言はできないんですけども、復帰した方が宣伝になるだろう。ちょっと事務系がちょっと落ち着いたなという形で、はい、ちょっと今はそれだけですね、はい。はい、まあ近いうちはいつかわからないですけど、はい、まあ
軌道、自分の方が軌道に乗れば、そうですね、意思会という、そうですね、あの意思は、はい、あります、はい、自分の方が軌道に乗らなければ復帰しない。いや、そんなね、もうそんな軌道に乗らないなんて考えないですから、僕は、ね、寝る前にね、負けることそんなね、やる前に負けるやつな、そう、負けることは考えないですから、本当ね、もう今もジムの経営でちょっと一生懸命やっておりますんで、あの私が基本的に教えますので、朝から晩まで、はい、あのジムにいますので、はい、ぜひともお願いします、はい。